どうも皆さん、MCM クラブホームのクロと申します。ということでニアレプリカンと続きをプレイしてきたと思います。前回はロボット山のね、問題を解決して、お兄ちゃんが4年前にまあとある事故で、まあとあるっていうかまあムービーで流れたんだけど、弟を代わって亡くなってしまったと。で、弟のね任務を果たして、次はどこへ行こうということで神話の森行こうって神話の森来ました。はい、じゃあ神話の森、今回は神話の森だね。またあの長い長文の話を聞くことになるのかな、やだな。ここは例の夢の村だな。そうそうだな。できればあの悪夢はもう見たくないものだが。俺も見たくない。ああ、さて久しぶり村長さん。ああ、あなた方ですか。え？最近変わったこと？神の木から変な気配がするんですよね。お、神の木？ほうほう。村の奥にある木です。あの右奥にあるやつだね。その妙な気配は調べたのか。いいえ。なぜ調べぬ？近寄ってはいけないことになっているんで。あ、そうなんだ。なぜ近寄ってはいけないのだ。さあ、なぜかはよくわからないです。とにかく近寄ってはいけないんです。妙な話だ。まあ近寄るなって言われると、まあ近寄りたくなく、あ、近寄りたくなるよね。あれだよ、開けるなって言われると開けたくなるっていう人だね。苦しそう。こういう手合いが多いのか最近は。白も言えたぎりじゃないよ。そうだね、我はこのような言葉で苔脅しをするような。待て、続きがあるようだ。もう黒の書じゃんそれ完全に。何時の望みし言葉を、あ、何が何だ、あ、糸辺に放ってなんて言うんだっけ、忘れちゃった。望んだことを教えてくれるってことか。それはありがたいけど。あ、出た、あ、出た、またこの長文だ。あ、めんどくさい、読むか。黒、何もかも塗るつぶしたような漆黒、そこに言葉が散らばっている。優しい言葉、難しい言葉、甘い言葉、キラキラと光る宝石のように転がっている。残された言葉はあまりなかった。残された時間はもっと足りなかった。木は言葉をかき集めながら必死で空を見上げる。こんなはずじゃなかったのに、こんな予定はなかったのに。出せない声で木はつぶやいた。昔木は世界のすべてを記録していた。あ、ごめん、記憶していた。そのために生まれたから。日光の喜びに震えるように人々の記憶を集めることに喜びを感じていた。そう思うように感受性をデザインされていた。木は長く伸びた枝の先、その葉から記憶を回収していた。記憶の葉は世界を覆い尽くすかなほど巨大な網かな、網だった。葉脈でいいのかな、葉脈には言葉が砕かれた光の粒となって流れていく。くまなく枝分かれした血管を通りながら記憶プールに流れ込む仕組みになっている。言葉がやがて軍隊となり、光の渦が球体の星に、と、あ、ごめん、星になっていった。巨大な星は木となって我が子と同じ子、あ、同じだった。例えばこんな記憶。病に倒れた子供がいる。小さな男の子。その腕は風が吹いただけで折れてしまいそうなほど痩せ衰えかな。肌は洗い立てのシーツよりも白かった。医者たちはサジを投げ、漁師は泣き戸惑うかなばかり。男の子は世界を諦めていた。倦怠感にあってるか、倦怠感にも似た憎悪が心の底にはどっぷりと溜まっていた。何度かその黒いモヤモヤを吐き出してみようと思ったが、泣き暴れてもそのモヤモヤは消えることはなかった。医者も両親も恨んではいなかった。優しかった。というより体の痛みがひどすぎて他人への感情を持つことができなかったからだ。
あ、まだある。うわ、もうそろそろ終わりたい。男の子には好きな子がいた。その子は日に焼けた肌と、なんて、もタカ、何タカってこんな字だったっけ、違うよね。な、何色の目を持つ健康的な女の子だった。自分にはない眩しさに磨けるような気持ちになる。だが男の子は女の子の顔を見ることができない。女の子に出会う喜びよりも自らのひどさを呪う感情で男の子の心はいっぱいになっていった。やがて女の子が来なくなる日が来るだろう。毎日毎日その日が来るのを恐れながら暮らしていた。彼女とまともな会話を一つすることないまま女の子はやがて来なくなった。男の子は一人で死んだ。気は記憶をすくい上げかな、すくい上げそっとしまい込む。ぶら下げるタグには美貌と書いておいた。例えばこんな記憶。女の子は、女の人は戦士だった。赤い目のなんだかよくわからない敵と戦っていた。必死で切りつけていると潮の走れになって死んでいった。潮の煙の向こうで新たな敵が立ち上がってくる。女はあまり頭の良い方ではなかった。ただ目の前に出てくる敵をひたすら叩き潰す仕事は楽しかった。女には娘がいたような記憶がある。いや、そう思ってるだけなのかもしれない。子供がいたという目を見ただけなのかもしれない。薬でぼやけた頭の片隅でそんなことを考えている。ああ、だまだある。戦友は敵と戦ったり逃げたり食われたりしていった。63人の仲間は今までの半分までに減っていった。女の体が揺れている。最初は何で揺れているのかわからなかった。それが恐ろしく低い低音であることに気づいた時には、辺り一帯が真っ暗になっている。見上げた女の目に映ったのは空一面に広がる巨大な敵だった。女はいつの間にか笑っていた。血と泥の中で娘がいたはずの町が吹き飛ばされるその瞬間まで大声で笑っていた。その記憶は、あー、なんだっけ、喪失かな、喪失というタグで大切に保管してある。他にもこんな話がある。あ、もう、あの、早送り。はい、早送り、レッツゴしかけている。な、何時らに問う。宝石を吐き出す。もう一度、何時らに問う。よし、失われた美貌の色は何色だったのか。え、美貌の色、あ、これじゃない、出てきた色これだよね。そうだよね。ほうほうほう、はあ、感じた。指に、腕に、肩に、首に、すごい部分的。そして、はい、それ感情だった。おう、劇的な感情のもたらす先行の勢いに絶望した。忘れたものだと昔のことを叫び続けている。大体それで千年。気は壊さなっていた。気には感情が生まれてしまっていた。気だろうが何だろうが千年も孤独に閉ざされた片付けが生まれる。今まで気づかなかっただけだ。ただ、孤独で隠れていただけ。ああ、長い。男は鍵だった。こうやって、って溶けなったとこで約束したことで痛い暗めが早かった悟った。切られた肌が生きるのを夢出す。だがまだだ。何時らにと赤い瞳と戦った最終数は、あー、63人。はい、くだらない、くだらない、たわむれじゃなくて、たわむれだってのかい。はみ出している。あの鍵を奪いと叫んでいる。あー、そうだ、これは鍵だ。青年の剣が動きが遅くなっている。おお、なるほど、はいはいはい。ああ、おお、やばい、記憶のプールが、ああ、わけ無限、ああ、読めない、別無限の黒が、侵食の始めてくるのはまずいぞ。この世界が崩壊する。自社自らけの世界で黒い王冠あるかな。世界一番大切もの、ヨナヨナヨナ、ああ、ヨナしかねえ。おお、戻ってきた。
これは、しかし魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ、奴らが何を考えていようと、こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことでもう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。おお、記憶する木の鍵を手に入れたね。オーケー。あ、止まった。あー、ロボット山の音とかデメキタチェックする。ポポレなしに行く。チェックしに行ってみる？とりあえずロボット山の、まあ家に戻れや。ほらポポルに、ポポルさんのとこ行くからね、ついでに。さ、オッケー。そしたら、村まで戻って、おー早いです、早い早い。村まで戻って終わろうかな。よし、オッケー。一応即席のやっぱあれは置いてあるね。さあ手紙は来ているのかな。手紙が、おい、あと一つ取ります。そちらは武器の引き渡しの折にでもお話しさせていただきます。はい、分かったよ。お願い。いろいろ世話になってるし、ロボット山に行くぞ。はい、じゃあ今回はここまで。次回またロボット山の方にね行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回は、あんま死んでなかったね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。